sun's still in, but the sun is本当に大きい機長には、シャンソニーだけの人へ、誠にありがとうございます。ただいまの現地、イケブクロ名物大道芸、本番ショーをお届けいたします。お時間、ご興味ありましたら、見てきてください。本物、雲の大道芸者による大道芸パフォーマンスショーは、まもなくスタートです。この道芸で、どこまでお客様に集まっていただけるかわかりませんが、もう少しだけ準備の方を進めてまいります。まもなく、まもなく、こちらの国立施設へ、本日この時間帯1回目にも招待文をお届けいたします。オープンカーとして目の前に置いております水晶玉、港です。誰もいない<笑>せっかくなんで、ギネスに認定された駒を思いっきり投げていきます。本日の目標も高さは約30メーターです。まずは軽く行きましょう。軽く投げると大体これぐらいです。まずは取れるかどうかもチェックをしていきます。3、2、1、5。あ、
完璧ですね、ありがとうございます。もう早速本番いきます。本番の高さ、先ほど言いました 30m です。あれと2倍近くで画面が効くので、よかったらお楽しみください。その後、こちら目の前で歌います水晶では、皆様が目の前で1秒間不安中継を始めてお楽しみください。本当に1秒間不安中継を始めるので、いきますよ。
Thank you.
ですよ。Ikebukuro.
Thank you.
Thank you.
土曜日の14時前まで。Thank you.
Thank you.
Thank you.
疲れてお降りください。いただけると嬉しいなと思っております。はい、では準備ができたらね、やっていただきたいなと思うんですけど、どうでしょうか、準備は。い、いけそうですか。わかりました。はい、ではあと約6年間お世話になったカラスタが、もう終わってしまうということで、ちょっと寂しい気持ちもあるんですけれども、今から歌う曲のタイトル、きっと大丈夫のように、大丈夫と信じて、これからも前を見て歌っていきたいなと思っております。今日はカラスタで出会ったたくさんの応援してくださっている皆様、そしてIkebukuroのお越しの皆様も心を込めて曲歌いたいと思います。それでは歌っていただきましょう。
てよ。
ギグギスで行ってここちょっとね、ビルディング。ごめんなさい、ちょっとここね、今ね、活動中なので、人が取られてると思う、ね、ここは、何個分かりますかね。分かりました。ね、なので、人のいらないところに。Thank you.
かいそうだけどね。でもなんかチラッと横とか見てたけど全然いいかった。
ャープです。ないわ。エスタみたいI'm not sure.
気がする。
彼は自分を AI だという。すっごっ、もうやばいじゃん。たまたま君が苦手なだけ。僕に合う仕事があるように君に合う仕事がきっとある。マイナビ転職、僕も転職した方がいいかな、わかんない。Thank you.
誰だって初めは不安だよね。でも大丈夫。休み場所も暮らしも全部変わる。そう、社会人としての生活が始まる。自信なんかない。でもやるしかない。